And a quick reminder today that parking in the area around the stadium is strictly forbidden. Please use parking provided by the club or any other paid parking facilities in the area.レンジャーズが今日優勝がかかっている大事なゲームです。この時間はレンジャーズ対レンジャーズ、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはイーストロールスタジアムで行われます。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。スコティッシュプレミアシップ、レンジャーズ対レンジャーズ。レンジャーズ自力優勝がかかっています。裏へのスルーパス狙えるか、シュート、いやー、さあ先制、レンジャーズ優勝へ大きく近づくゴールが決まりました。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。さあレンジャーズ価値のあるゴールが決まりました。まあこの雰囲気の中でしっかり先制点を決めるっていうのはプレーに集中している証拠ですよね。そうですね。さあカウンタースピードを上げたいところ、裏を狙っていきます。おお、いい形じゃないですか。さあ上げる、中央へ、レオン・バロガン積極的な守備を見せます。これは積極的なチェック。さあチャンス、さあ打てるか、シュート、いやー同点、レンジャーズここでスコアをフラットに戻します。これは熱い一発になりましたよね。キーパーとの駆け引き、見事勝利し、エッタ、ラムジー、あと、オフサイドですね。レンジャーズ、ハイプレスからのショートカウンターが特徴かと思うんですが、このゲームでもそのあたり注目ですね。そうですね、ショートカウンターは奪ってからのトランジションでどれだけ早く連動できるかが大事。シュート、いやー、懐かしい、レンジャーズ枠のギリギリを狙ってしっかり決めてきました。思い切ったシュート、気持ちのいい一発でしたね。ちょっとあれはセーブできないですよね。
さあレンジャース、ここでリードを奪いました。これはチャンス、シュート、おっと、と今度はどうだ、こぼれたところを仕込む、いやー追加点レンジャース、立て続けのゴール決めてきました。ラムジー、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。おそらくこのセカンドボールを予想してポジショニングを取ってましたよね。フィニッシュも落ち着いてましたよね。シュート、今のはよく当てましたよね。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。このファーストハーフ最初のコーナーキックはレンジャース。前線へ大きなフィードです。バリシッチ、このボールをカットします。これは旗が上がっています。前半29分が過ぎました。ラムジいけるか、ここは奪います。レンジャース、ここでファールをもらいます。ラムジ、クロス入れてくる、そのままキーパーが抑えました。ドリブルで仕掛ける、さあカウンターを仕掛けます。奪われると危険な位置、戻します。スペースを狙う、つながります、抜けてくる、クロスが上がる、バリシッチ、もう一つ前に行きたい、ここで受ける、コーナーキック、レンジャーズ2本目のコーナーキック。レンジャーズまだコーナーはありません。トス触る、ライアン・ケント、パスの切り替えも早いですよ。2 added minutes has been indicated. スルーパスを狙う、ライアン・ジャック、ここで笛、前半が終わりました。レンジャース着実にリードを保っての前半となりました。見ていて絶好調に見受けられるんですが、どうでしょう。しっかり追加点を挙げることができましたし、いい内容の前半だったと思いますよ。スコティッシュプレミアシップ、レンジャース対レンジャース、レンジャースが3対1と2点リードして後半を迎えます。
後半です。グレン・カマラ、ラムジーへ。バリシッチ、ラムジー、レオン・バロガン、ゴールドソン、フィリプ・ヘランデル、レオン・バロガン、ラムジー、スペースを使う、ライアン・ケント、ここで前を向けるか、ここは対応します。さあ左サイドへ、アマドゥ・トラオレ。さあここでカウンター、モレロス、今日ワンアシストです。流れを止めます。ここでのパスは危ない。ライアン・ケント、硬い守備を見せます。このセカンドボールはシュートに行くのが、ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。フリーで受けた。さあシュートまで行けるか。このパスはキーパーへ。モレロスがパスを出しましたが合いませんでした。ライアン・ケント、これは合いません。ケマールーフ、スピード上がってきますよ。シュート、決めた、レンジャーズ。さあこれであと1点差。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたがいかがでしょう。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。シュート、いやー、パスを受けてシュート、しかし決まりません。駆け出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。ちょっと危ないぞ、このパスは。ライアン・ジャック、さあ左へ預けてボールを奪いに行きます。これを奪います。レンジャーズとしてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。ライアン・ケント、ここはつながりません。さあ来たか、自分で行く、これはいいプレー。レンジャーズカウンターを仕掛けます。これはどうだ。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。いい守備で奪う。さあ、共に選手交代があるようです。このまま勝利を手中に収めるのでしょうか、あるいはまだ何か起こるのでしょうか。
このまま行きますとリーグ優勝が決まります。レンジャース いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。このボールをカットします。モレロス、このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。いいでしょう、攻守の切り替え。戻します。どうだ、シュート、ゲット、レンジャーズ徹底的なゴールになるのか。フリーの状況を作ってしっかり決めてきました。ラストパスからフィニッシュまでの流れが素晴らしかったですよね。時間にすると何秒もないような一瞬の判断なんですけど、お互いのイメージがぴったり合った見事なゴールでしたね。ちょっと今のはディフェンスはなかなか対応しきれないですよね。さあレンジャーズ、これで2点差、リードを広げます。いや、時間帯がいいですよね、はい、この時間での2点差は精神的に楽になりますね。大きな1点ですよね。そうですね。レンジャーズ、もう無理にはいきません。さあここで笛、リーグ優勝の瞬間です。レンジャーズ確実に勝ち点を積み上げてきました。これがその優勝の瞬間です。晴れ晴れとした誇らしき表情、素晴らしいリーグの戦いを私たちは堪能することができました。